俺が反復横跳びしてる。無意識のうちに俺は反復横跳びをしちまってたのか。俺でも反復横跳びね、反復横跳びはね、上からのが早い。え、イントネーションおかしい。え、反復横跳びじゃないの？反復横跳び、反復横跳び、反復横跳び。ちょっと待って、反復横跳び反復横跳び、東京特許と同じイントネーション。反復横跳び、反復横跳び、反復横跳びそうなの？え、反復横跳びじゃないの？反復、反、ちょっと待って、反復横跳び、反復、反、東京特許、反、東京特許、反復横跳び、反復横跳び、ズボン、ズボン、半ズボン、あ、そう、半ズボンが確か半ズ、え、半ズボン、半ズボンじゃないんだよね、確か。半ズボンって言わないんだね。半ズボン。カタルの標準語は反復横跳び。アルス殿の聞いてたら分かんなくなってきちゃった。え、マサルくんの切り抜きだっけ？反復横跳びみたいな。いや、何がおかしいんだろうと思って。反復横跳び。反復横跳びな。半ズボンじゃなくて半ズボンな。半袖。半袖、あれ、半袖、半袖この間直したのよって言って、半袖、半袖、半ソロと同じイントネーション。半ソロ、半袖、半袖、半袖な、半袖、半ズボン、半ズボン、半ズボン半ズボン、こっちも分からなくなってきた。え、分かんなくならないで、教え、俺に教えて。はんそで全部横矢印じゃん。はんそでゆっくりしていってね。はんそで、はんそで、はんそで、ゆ、はんはんそで、半ソロ、放送信じろ。半袖、あ、パンチラと同じイントネーション。パンチラ、半袖、あ、パンチラ、半袖、半袖、あ、マサル、半袖、覚えた。あ、きなこね。きなこ絶対合うな。え、きなこじゃないの？きなこ？え、大豆をゴリ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 ってやって粉にしたやつはきなこ？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 え？きなこ？ライトと同じ？きやほ？きなこなの？え？きなこじゃないの？くずはさんと同じ。あ、くずはさんときなこは同じ。知らなかった。きなこ、きなこ、え、くずは、きなこ、くずは、あれ違う、くずは、きなこ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 、オッケーオッケー、きなこ、くずは、きなこ、オッケー、きなこ、きなこ、きなこ、オッケー、オッケー、き
きなこ砂糖？え？きなこ砂糖ってじゃあどうなる？砂糖ついちゃったらきなこ砂糖？レッドブルもモンスターも開けないで割っちゃったって言いてえ。レッドブルじゃないんですか？翼を授けるレッドブルじゃないんですか？レッドブル？レッドブル？レッドブル？ぶっ飛ばす？レッドブル？はっ倒す？レッドブル？佐々木作と同じ。レッドブルと佐々木作は同じ。佐々木作、レッドブル。佐々木作、レッドブルな。オッケーオッケーオッケー。ブルやよ。え、つまり佐々木作ははっ倒す？はっ倒す？佐々木作？それじゃいけない。半袖。半袖？やばい。年末に覚えたのに。半袖？半袖。半袖。あ、パンチラーだったはず。パンチラー。半袖。半袖。そう、半袖。です。覚えた。言えるからね。長袖。長袖は合ってるこれ。長袖。半袖。屋敷図と同じイントネーション。天才！屋敷図は半袖だった。半袖だわ。そうだ。屋敷図は半袖だ。屋敷図は半袖であり、長袖である。二次三次って便利だな。二次三次はイントネーションを教えるための集団だった。半ズボン？半ズボン？どっち？ジンマシンのイントネーション。半ズボン？大相撲？半ズボン。あー、5匹孵化してる。この人影たちはきっと一生半ズボンって言えないまんま過ごすんだろうな。ごめんな。タズミリクと同じ。タズミリク、半ズボン。タズミリクは半ズボンではない。二次三次、半ズボン。ちょ、どれが本当？ギルザレンと同じ。ギルザレン、半ズボン、半ズボン。ボンは下げる。ギルザレン、ギルザレン、ギルザレンが違う。え、ギルザレンって上がる、上がらないの？ギルザレン。ん？下がる。電子音。ギルザレン。クラムボン。半ズボン。言えた？半ズボンも、佐々木作、半ズボン。佐々木作は、半ズボン。長ズボン。長ズボン言えてる？長ズボン？半ズボン？半ズボンってこう？半ズボン？言えた？やったー！言えたー！長ズボンは半ズボン。長袖言えるから、半袖。いやもう半分ダメだな！もう全部長いの着るしかねえな！酢味噌？お酢の味噌で食べたい。こんにゃく、刺身こんにゃく。酢味噌？アルスと同じ。酢味噌。ポール酢味噌。清楚酢味噌。酢味噌？アルスさんが酢味噌？これ昔さ、教えてもらったのに分かんなくなっちゃった。アルスと一緒じゃない。アルスさんは酢味噌じゃない。酢味噌。酢の味噌。分かれるの？酢味噌って合ってる。酢味噌。そもそも俺スミスって言えてんの？間違えた。合ってる。酢味噌。オッケー。刺身こんにゃくは、酢味噌。で食べたい。言えた。卵と同じ。酢味噌。卵と酢味噌。